俺の名前はマシュマロ、白いオス猫にゃん。メイの家に飼われて8年になる。8年前に段ボールに入れられて公園に捨てられていた俺をメイが拾ってきてくれたらしい。よかったね、お父さんお母さんも飼っていいって。この日から俺は橘家に厄介になっているにゃ。白くてふわふわだからマシュマロ。今日からお前の名前はマシュマロだよ。いい名前にゃ。しかし未だに俺はマシュマロが何なのか一度も見たことがないにゃ。マシュマロ、ほらご飯だよ。私たちずっと一緒だからね。メイはとても優しい子にゃ。ご主人として文句なしにゃ。マシュマロおいで。しかし、よしよし抱っこしてあげる。落ち着く。俺の頭の後ろの匂いを嗅ぐのはやめてほしいにゃ。
俺の名前はマシュマロ。ご主人のメイはよく顔や体に絆創膏をつけている。今日もほっぺたに絆創膏をつけて学校から帰ってきたにゃ。ただいまマシュマロ、こっちおいで。またにゃ。俺の頭の後ろの匂いを嗅ぐのはいい加減やめてほしいにゃ。何なんだろうあの人たち。本当のことを言っただけなのに何も叩かなくても、ハサミさん、あんなこと言われても強いな。学校というところはどうも物騒なところらしいにゃ。メイは若い女の子なのに大変なんだにゃ。心配だよって。心配されてもどうしたらいいか。メイ、落ち込んでるのか。俺が慰めてやるにゃ。メイのほっぺたの傷を舐めてやるにゃ。メイ、メイ、元気を出すにゃ。メイ、メイ、マシュマロ、どうしたのマシュマロ、くすぐったいよ。絆創膏、苦いにゃ。しかし、メイの辛さを考えれば苦い。変なマシュマロ、絆創膏ばかり舐めてよっぽどいい味がするのかな。そんなんじゃないにゃ。
俺の名前はマシュマロ。ご主人のメイはここ最近ちょっとおかしいにゃ。ぼーっとしてたり顔が赤かったりするにゃ。こんな感じにゃ。風邪でもひいているのではないかと思うにゃ。ビグミ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 、呪文のようだにゃ。にゃ。はい、またカラオケですか。 B 組の新井さんって人は来るんですか。黒沢くんの初恋の人だったって。そういえばここ最近メイの口から黒沢という言葉をよく聞くにゃ。なんだ黒沢って。食べ物にゃ。黒沢くんすぐ女の子に手出すって感じなのに、その人とはキスしてないって。意外と本気の子には純粋なのかなって。カラオケは行かない。そうだ、メイは携帯もよく使うようになったにゃ。前までは机に置きっぱなしだったのに、最近は携帯に話したりずっと見ていたりする時間が多いにゃ。言ってることとやってることが伴ってませんよ。やはりにゃ。メイが最近ぼーっとしたり顔が赤かったりするのはきっと携帯のせいにゃ。メイ待ってろ、俺が助けてやるにゃ。必殺猫パンチにゃ。うわ、何するの。こらマシュマロ。怒られたにゃ。Thank you.
れかこれ、どれを着ていったらいいんだろう。いや、やっぱこんなキメキメはどうかと。俺の名前はマシュマロ。今日はメイがベッドの上にたくさん服を並べてうんうんうなっているにゃ。何が始まるのだろう。困ったな、こういう時に何を着ていったらいいのかわからないよ。いや、美容院行くだけだし。何を隠そう、俺はメイの服が大好きにゃ。あったかいし柔らかいし、何よりメイの匂いがして安心するにゃ。マシュマロ、どれがいいと思う？俺はぶっちゃけどれでもいいのにゃ。それがメイの服なら。ああ、早く服に飛び込みたい。誘惑に勝てないにゃ。ああ、マシュマロやめなさい。服がシワになるでしょ。こら、まだ何着るか選んでないのに。落ち着くにゃ。最高。やめろと言われてもやめられないんだにゃ。もうマシュマロったら。こればかりは怒られてもやめられないにゃ。Thank you.
俺の名前はマシュマロ。俺がこの世でもう一つ好きなのはご飯にゃ。メイやママさんと一緒に食べるご飯は格別にゃ。マシュマロ、明日は一緒にお出かけよ。いい子にしなきゃダメよ。何を隠そう、俺はメイとのお出かけも大好きなのにゃ。招かれてしまった。お前と一緒とはいえ黒沢くんちに。何？黒沢？最近メイを悩ませているあの黒沢か。ついに黒沢を見ることができるのか。違う、そんなんじゃないから。メイは何を一人で顔を赤くしているのにゃ。黒沢がお前に会いたいって。仕方ない、ついてってやる。黒沢が俺に。望むところだ。心配するなメイ、俺がついているにゃ。黒沢、どんな奴か知らんが、俺のメイに何かしてかしたらただじゃ済まさんにゃ。はい、お母さん今行く。俺には必殺の猫パンチや猫キックがあるにゃ。いざという時のために爪も研いでおくのにゃ。マシュマロ、ご飯だって。行こ。あ、はい。黒沢対策はご飯の後に考えるにゃ。